はいどうも、ナオシンです。本日も妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。今日はピラミッドの中、仲間たち全員助けました。ドーベルと今から戦うのかな。ここか、行きましょう。ピラミッドの決戦、 GO。このタイプなのね。で、開くの。あ、開く開く。でも大したもの入ってないもんね、これ。え、さっきのところ外れだったの、もしや。何も出てなかった。あっちにもある。まあ一応、取っときますか。え、何が出たか全く分かんない。まあいいか。え、違う、いけない。あー、なるほど、こいつらを倒してからってことね。いや、大したことない、大したことない。たかがレベル215、全くなんてことないやつだ。いや、もう変身するか。いや、いいいい、まだいいまだいい。ちょっとジンベエ食べとけ。で、こっち。いや、変身はね、もうちょっとボスの時にしましょうか。うん、溶けるとは思わないけど、まあ一応ね、そのまんま行きましょう。弱っ、敵。イェイ。よっしゃ、俺の刀の旅となれ。よし、いいよ。これで、よし。いや、アイテム何が出たか全然わかんない。アイテム何が出たかわかんないな。いや、もう変身するか。敵が多い、敵が多いんで、ちょっと変身していきます。ああ、思った以上には。でもみんな変身してるね。あらーらー、オッケー。ここはなんだ、あっち側にもある。まあまあいいや、そう大したものは入ってないはずなんで。いや、ちょっと待って、なんかいた。あ、もういないね。大したものは入ってないっすよ。はい、一撃。おっと、ピンキーコング残りやがった。開いた、ついに開きました。いやー、天で大したことないやつらだったな。今何か反応しなかった。もしかして開いたんだよ。先に進めるようになったのかも。行きましょう。行って確かめてみようぜ。お、あ、ああ、はいはい、メダルを埋め込むところね。はい、行きましょう。なぜ先に、あ、そうか、メダルは奪われてた。あらら、来ちゃった。ワンちゃんが小細工した割には無駄だったわけね。まあ予想はしてたわ。彼らが面倒な粘り強さがあるって知ってるし。でもワンちゃんもこのまま引き下がる玉じゃないから、お楽しみってとこかしら。うーん、このナユの立ち位置がいまいちわかんないんだよな。頼む。ごきげんよう、地球人の熱い皆さん。私の期待通りここまでやってきましたね。俺たち YSP クラブの絆は消えない。しつこい油汚れのようにな。お、例えがいいぞ。もっと言い方あるよね。エイリアンども、貴様らがどんな罠を張ろうと、我々は何度でも立ち上がる。決して貴様らには屈することはない。覚えておけ。何がおかしい。どうした。相変わらずテンション高いわね。でもらしくていいわ。余裕ぶってられんのも今のうちっしょ。そうだぞ委員長、生徒会のやつらを返せ。心配しないで、彼らまだ元気だから。でもここからの戦いに勝てないと大変なことになっちゃうかも。キャー。いやいや、倒すよ。じゃあ今回はワンちゃんのバトンタッチ出番よ。ワンちゃん、あなたの罠を切り抜けてきた面倒な人たちを潰しちゃって。じゃあまたね。おお、消えた。ほう、
ここまで来たか。まずは褒めてやる。強いのかな、どうだろう。だが罠を破りここまで来てしまったことを後悔することになるだろう。ワンダフル、ワンダフル言った。まあ余裕だろうね。レベル差よ、レベル差。ああ、いや弱すぎる、弱すぎるぞ。え、マジか、嘘だ、弱すぎる。マジでか。第二形態あるよね、もちろん。よかった。お、なんかロボっぽくなったぞ。いやでも大したことないっしょ大したことはないっしょ。うん、その程度。いやいや、夜の学校ワンパンしてくるよ。ああ、全く余裕で、あと一発で終わりそうだ。やっぱりだ、全然大したことない。おっと、紫の前が出た。いや、これナイトメアレディの召喚技だけで勝てそう。たった一人で戦ってきた貴様にはわからんだろう。これが地球人の力だ。地球人の力だ。お前たちもプライドがあるように、我々地球人にもあるのだ。仲間を思う気持ちや大切なものを守りたいと思う勇気がな。はい、ということで今日はピラミッドのボス倒しました。これからどうなるのでしょう。学園内で、修行しろっていうことなんですけども、うん、まあまあまたぼちぼちやっていきますので、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。